免許を持つ皆さんは、自分の運転に自信はありますか？最近では、高齢ドライバーによる交通事故や、飲酒運転、煽り運転などのトラブルが増えている。今回紹介するスレでは、運転時認知障害を、早期に発見するためのチェックリストについて語られている。免許を持っている人や免許を持つ家族がいる人は、ぜひ一緒にやってみてほしい。やってみよう。運転時認知障害早期発見チェックリスト30。運転時認知障害早期発見チェックリスト30とは、日常生活の中では気づきにくい初期の認知機能の衰えも、自動車を運転する行為には比較的現れやすく、この認知症予備軍とも言える軽度認知障害の人が運転時に現れやすい事象をまとめたものが、運転時認知障害早期発見チェックリスト30です。同リストにより5項目以上チェックが入る人は、認知機能の病的障害を念頭に専門機関で見てもらうなどの目安として活用し、安全運転に心がけてください。以下約。1. 車のキーや免許証などを探し回ることがある。2. 今までできていたカーステレオやカーナビの操作ができなくなった。3. トリップメーターの戻し方や時計の合わせ方がわからなくなった。4. 機器や装置。アクセル、ブレーキ、ウィンカーなどの名前を思い出せないことがある。5. 道路標識の意味が思い出せないことがある。6. スーパーなどの駐車場で自分の車を止めた位置がわからなくなることがある。7. 何度も行っている場所への道順がすぐに思い出せないことがある。8. 運転している途中で行き先を忘れてしまったことがある。9. よく通る道なのに曲がる場所を間違えることがある。10. 車で出かけたのに他の交通手段で帰ってきたことがある。11. 運転中にバックミラー、ルーム、サイドをあまり見なくなった。12. アクセルとブレーキを間違えることがある。13. 曲がる際にウインカーを出し忘れることがある。14. 反対車線を走ってしまった。走りそうになった。15. 右折時に対向車の速度と距離の感覚がつかみにくくなった。16. 気がつくと自分が先頭を走っていて、後ろに車列が連なっていることがよくある。17. 車間距離を一定に保つことが苦手になった。18. 高速道路を利用することが怖く苦手になった。19. 交流が怖く苦手になった。20. 車庫入れで壁やフェンスに車体を擦ることが増えた。21. 駐車場所のラインや枠内に合わせて車を止めることが難しくなった。22. 日時を間違えて目的地に行くことが多くなった。23. 急発進や急ブレーキ、急ハンドルなど、運転が荒くなったと言われるようになった。24. 交差点での右左折時に歩行者や自転車が急に現れて驚くことが多くなった。25. 運転している時にミスをしたり危険な目に遭ったりすると頭の中が真っ白になる。26. 好きだったドライブに行く回数が減った。27. 同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。28. 以前ほど車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった。29. 運転自体に興味がなくなった。30. 運転すると妙に疲れるようになった。こんなん誰でも当てはまるやん。いやいや12の時点でもう取り上げろ。だな。16番、俺は法定速度を守ってるからいつもこうなるんだが認知症と関係あるのか。病院行け。やばいぞそれ。ルールさえ守ってれば俺は悪くないという発想は他人を危険に追い込むことになる。病院行け。16は制限速度守る有料ドライバーなら当たり前のことだとは思うのだが、黄色センターラインで後ろを見たら連なっていたけど、これ以上、速度を出すと俺が速度違反じゃん。嘘みたいだがそれで切符切られることもあるよ。運転者は流れに乗った運転をしないといけない。円滑な交通の妨げになったとかで。法定速度守っててそれはさすがない。最低速度のある高速だけ。道交法27条2項には、追いつかれたら譲る義務があるとされている。ただ、これは法定速度を守っている時の場合である。万が一自分が先頭になり、自分のペースで行きたいなら譲るのがマストだろう。後ろに合わせて速度超過しては危険である。16番、高速道路でほとんどの軽自動車が当てはまる。煽られる方には大きな問題がある。16は郊外の片側一車線の空いてる国道や県道で必ずと言っていいほど遭遇する。信号間が長くてガラ空きの前方が見通せるから。おいおい、先頭が曲がるまで延々とこのプチ渋滞が続くんかとマジイラつく。35歳だけど12個当てはまる。お前は運転がどうこうより治療を受けろ。かなりまずいよ。教師か？その年で認知多い職業らしいな。一つでも十分ヤバいのがいくつもあるな。何個か致命的な項目があると思うんだが。本当にヤバいやつは自覚ないから自己チェックなどできん。他人がチェックできるような内容にすべき。バックカメラを見ながら駐車するを。まっすぐ止められない。
最近の新しい車には、ほとんどカメラアシスト機能がついているのではないだろうか。自分の車を上から見ながら駐車できる車種もあるので、駐車やバックが苦手な人でも運転しやすくなっている。駐車場の場所覚えるの苦手だわ。初めて行く場所なら除外でいいと思うけどな。いつも行く場所でわからないは危険な気がする。高速は苦手。何度か目的地の逆行っちゃう。わかりにくいねん。逆走は、高速道路だけでなく公道でも頻繁に起きている。慣れている道路でも時間帯や天気によってもわかりにくいもの。もし危ない思いをしたなら、免許返納を考えた方が身のためだろう。女性のほとんどと男の一部はほとんどに該当しちゃうんじゃね。30項目って多すぎなんだよ。まずリードンって誰だよ。ピーポくんじゃないのか。リードンは、警視庁交通部高齢者交通指導員のイメージキャラクターである。高齢者の交通事故を予防するためにいつも安全チェックを行い、高齢者をリードするキャラクターだ。ミスったら一発アウトの項目が多すぎる。おっちょこちょいの人間じゃなくてもアウトのやつ結構いそう。よく通る道を忘れたとかの30個用意しろよ。これペーパーは大体アウトだと思うんだが、標識なんて見ればわかる基本的なやつ以外ほとんど覚えてねえよ。昔に比べて運転するのが億劫になった。運転中にスマホや携帯いじってるやつも入れろや。26、28はあるわ。普通車からボロ系に変えたせいだけど。10は一発アウトだろ。テストなんかいらん。70超えたら無条件で取り上げろ。再取得したけりゃ試験受けて合格しろ。若いやつでも該当箇所が多そうな質問内容。クラッチのオイル交換をした後に漏れをチェックしようと下を覗き込んで、ペダルを踏んだら超硬くてパニクってたらブレーキ踏んでたことあったな。あと昭和末期生まれのミラを走らせようとしてアクセルが硬いなと思ったらタイヤハウスを踏んでたこともある。もともと運転嫌いで興味はないし疲れる。標識の意味を全ては答えられない。キーを探すことはある。スーパーで位置を忘れることもある。若いけど認知症ですか？認知症ではないかもしれないが運転に不適合。65歳で問答無用で免許取り上げろ。田舎だから移動に車が必要？人命が優先だ。移動はチャリで十分。よかった。6つしか該当しなかったわ。5つ以上なので、アウト。洗車なんて関係あるのかね。6はたまにある。すぐ思い出すけど一瞬わからなくなる。あまり洗車していない車はなぜか事故率高いという統計が出ている。洗車やメンテナンスを定期的にしていれば、故障や異変に気づける可能性も高い。また、高齢者は気力や体力、理解力の低下から、車が汚くても気にならなくなるそうだ。アクセルを踏み込んだ足が戻らなくなることがある。若いやつでも僕らい当てはまりそうなのと。一発でアウトなキラー質問があるがバガバリスト。若いのに指示器出せなかったり標識を理解してなかったり。駐車場の枠内に止められない若年性地方も多い。指示器出さないライトつけない住宅街の小さな交差点突っ切り。よくいるんだよな。ほんと怖い。26から30の5項目が当てはまるんだが。大津の事件じゃないけど自分がまともな運転してても、違う奴が起こす事故に巻き込まれることがあるからほんと怖い。隣の家のじいさんは一人で運転して出かけようとしてさ、助手席に15分くらい座ってエンジンかからないと考え込んでたらしい。よそ様の家庭に口は挟みたくないけど、もう家族が運転やめさせてくれ。ジジババには細かくて読めないかもな。高齢のドライバーが身近にいる人は、一緒にやってみたり、家族と話し合ってみてはいかがだろうか。事故を起こしてからでは本当に遅いので、真剣に考えてみてほしい。お次は、俳優の加山雄三さんがテレビゲームをきっかけに、免許を返納したという記事についてのスレ。それでは見ていこう。加山雄三さんが免許返納。テレビゲームで衰えを実感した。高齢運転者による事故が後を絶たない中、俳優で歌手の加山雄三さん、82歳は16日、自動車の運転免許証を自主的に返納したことを明かした。21日から始まる秋の全国交通安全運動を前に、東京都千代田区で開かれた警視庁のイベントで、安全のためにも返納が一番、自分の運転を過信しないで、と訴えた。加山さんが語った返納のきっかけの一つが、趣味のテレビゲーム。反射神経の衰えを実感し、運転が怖くなった、という。4月に返納した後は、身分証として使える運転経歴証明書をタクシーで示し、料金の割引を受けていることを紹介した。こうした割引などの取り組みは各地で進むが、公共交通機関の整備といった返納後の移動手段の確保については地方を中心に課題もある。警察庁のまとめでは、昨年1年間に返納したのは全国で約42万人。5年間で倍増し、9割超が65歳以上だった。警視庁によると、4月に池袋で高齢男性の車が暴走して12人が、
称する事故が起きた後、東京都内で返納する人が急増。今月9日で昨年1年間を上回り、約4万2000人に上る。バイオハザードだっけ？ナイフクリアが無理になったのかな？それでも普通にクリアはできそう。鈴木史郎と間違えてないか。二人ともバイオハザードだよ。今でもライブこなしてんだろ？こんな元気な82歳いねえよ。確か加山雄三ってゲーム好きなんだよね。浜村淳のラジオで呼ばれてた時、バイオハザード語ってる時が一番生き生きしてて笑ったわ。加山さんは、2022年にコンサート活動を引退し、大好きなゲームも卒業したとのこと。ただ、加山さんの配信実況を楽しみにしていた人も多く、卒業撤回を願う声も多いのだ。加山雄三と鈴木史郎がバイオ4うまかったんだよな。今は戦争ゲーとかの対戦で差を感じたのかな。鈴木史郎は反応が良すぎて逆に危ないとか言われてたね。鈴木史郎さん最近見かけないがお元気なのかな？今も元気でバイオ4やってるといいけど。ゴッドハンドのハード張り紙をクリアしたとかなんとか。先月返納に行ったら、窓口に明らかにめんどくさそうな反応された。乗らなきゃいいだけなんで、持っててもいいんじゃないですか？って、仕事しない公務員とか本当終わってるわ。何歳なの？そこは高級車納車式並みにシャンパンの世界観であるべきだよな。ゲームで衰え実感できたとかよかったじゃないか。事故起こしてからじゃ大変だし。まあ都内ならさっさと返納しろよ。ハンドガンで追跡者を撃退できないようならお前らも免許証返納な。返納したの忘れて乗るんだよ。あとちょっとくらいなら大丈夫とかな。船舶免許も？加山さんは、ヨット乗りとしても有名で、操縦士の免許や5級会議士など、たくさんの資格を所持されている。ヨット関連の免許まで返納されたかは、調べてもわからなかった。そら80過ぎてるし、自分が運転する必要ないしね。船の方の免許も返納すれば本物。燃えた船はどうなったんだろ。また新しいの買ったかな。バイオ4久々にやったら連打で開始するやつができなかった。ガチゲーマーがそう言うならそうなんだろう。こういうまだ頭のはっきりした人が返納するのはいいけど、ボケ始めたジジイがそれ見ても自分と結びつかないのが。偉いわ。久々にバイオ4やったら最初の村で詰まった。若い頃の俺はよくクリアできたな。ゲームで客観的に自分の衰えが分かってるって偉いことだな。身分証も必要なく顔パスで自分で運転する必要もないなら、運転免許証に必要性は感じないな。子供の時レースゲームとかやっててカーブの時にタイ曲がっちゃう大人とか見て不思議だったけど、最近ちょっと自分がなり始めてるわ。歳は取りたくねえな。3D ゲームがボケ防止になったとしても視覚と反射の衰えはどうにもならん。バイオ4ナイフクリアとかマジ無理。同情戦で積んだ。ルイスがカマキ星から量産するのが結構しんどい。硬いし、攻撃範囲広いし、2回いると走り上がるし。シューティングゲーム、格ゲー、音ゲーあたりで衰えを自覚するよな。同行中。衰えを実感したと言ってもまだ俺よりバイオが上手いんだろうな。実は、脳の認識機能は24歳から低下すると言われている。また、集中力や根気が衰え、ゲームに熱中できなくなることもあるそうだ。全校ニュースになってないが80歳のババアが歩行者ババア。してるからな機能。80過ぎても姿勢がいいな。セサミンやってるからか。高齢運転の危険は運転技術より判断力の低下だと思うんだな。何歳になっても若大将と呼ばれる男。おそらくこの方は PUBG でも現役でドン勝ち取れるだろう。つべライブしてほしい。ヨットは広いとこ出れば免許なしが運転してもいいんだよね。免許持ちが見てれば車に比べてゆったりしている。車みたいに始終危険があるわけじゃないしな。つか車の運転ってほんと一歩間違うだけで人も物も自分も車も簡単に壊しかねない。危険軽視しすぎなんだよ。だから G が人。す。バイオハザード7で漏らしちゃったとかかな。壊しみて所有できなくなった。くさ。返納身分証のタクシー割引って全国的に使えるの？免許返納によって、運転経歴証明書を提示すれば、タクシーの割引が 10% 割引される。ただ、タクシー会社によって割引額が変わるほか、都道府県によっては回数券を配っているところもあるので、利用する都道府県やタクシー会社に確認が必要だ。俺が子供の時の80代といえば、みんなヨボヨボだった記憶があるが、今の80代はほんと若いね。これわかるわ。赤色で見えてるのに反応遅れてるのめっちゃ実感できた。ゲームで衰えを実感。この人の場合早すぎるがファミコン世代の段階ジュニアが老人になる20から30年後は普通になるだろうな。高齢者ドライバーによる事故が多発していることから、自ら自動車免許の返納を行う人は増えているものの、ある病気を抱える高齢者たちには通常の概念が通用しないという。次のスレでは、介護関連の職を持つイッチが、免許返納させても無駄といういたたまれない現状を語り、
問題の周知や解決策についてスレミンたちと語り合っている。今後、さらに高齢化が進んでいく未来が待つ私たちにとって、とても考えさせられるスレなので、皆さんも一緒に考えてみてほしい。免許返納させても無駄。介護業界人の俺が、今回の認知症運転事故、について答える。認知症老人が運転した車で小学生引き、した例のあれな。職業は介護業界のことなんでも、経験15年くらい、公務員ではない、男。今回のようなケースも実体験あるよ。明確に報道されたのは初だと思うけど。介護業界って具体的に何？介護現場から地域包括センターまで。まずテレビや一部スレで言われてた免許の自主返納から行くか。結論から言うと、免許返納させても意味がない。なぜなら、認知症の人は免許なんかなくても車乗るから。そういう判断力認知機能がなくなるから認知症っていう。もう一度言うぜ。免許返納させても、やばい人は車に乗り続ける。本人に責任取れないなら、家族に責任を問えよ。認知症なのに車を運転しちゃってるような人は、周囲にそれを止める身寄りがいない人も多い。言動もやばいから近隣住民こら避けられてる場合もある。独身、家族が遠方など。高齢者になったら車取り上げろよ。田舎行くと車がないと物理的に、無人が多い。車が必須な地域では、送迎バスの運行やタクシーの割引が受けられるも、自由度は低い。もう縛り付けておくしかないぜん。レスありがとう。レス、質問欲しいな。ようやく興味持ってもらえるタイミングなんだ。役人すら見て見ぬふりしてきたんだから。では俺なりに解決策が一つあるので提案させていただく。車内に ETC みたいな、免許証を差し込むカードリーダーの設置を義務付ける。これに免許証を正しい方向で差し込むと、1回につき1度だけエンジンを点火することができる。そういう仕組みにする。これは現存する全車体に強制で取り付ける。これいいね。これにより免許証の剥奪が実行力を持つ。加えて、免許証を正しい方向で差し込まなければいけないという認知機能のテストも兼ねてる。細かいことだか、軽度認知症でもこういうカードの表裏とか前後とかの判別つかなくなる人は多い。自動車に乗るときは免許証を必ず携帯しているはずだから、現行法とも何ら矛盾しない。金は莫大にかかるが、認知症老人の危険運転を防ぐには、物理的な手段しかないと断言する。これって車の盗難防止にもなるんじゃねえかと思ったが、災害時や緊急時を想定すると、免許証がなくて車が使えないなんてことになるかもしれない。もちろん盗難防止や無免許運転防止にもつながる。アルコール検知機能を付随してもいいだろう。災害時、緊急時に使えなくなるのはおそらくその通りで、問題ないとは言わないが日常的にどちらが大事かの取捨選択になると思う。災害時に車を置いて避難する場合、路上にある車によって緊急車両が通れなくなることを防ぐため、エンジンキーはつけたままドアロックせずに待機しなければならない決まりがある。子供が、電レアで、金はかかるけどみんなで子供守ろうよ。付き合ってやりたいが俺もやることがあるんで一言だけ。俺もなんとかしないといかんとは思うが、直近で自動車にこの手のギミックをつけるのは不可能と考えた方がいい。ではどうするかなんだけど、無責任ながら今は考えつかない。では、考えるための策として端的に言うと他の国では困ってないのかな？ということ。とりあえず事例は日本だけではないはずなので、欧米の事情や業界の対策を洗ってみたらどうすかね？アドバイスはありがたくいただいておく。ただ、日本ほど高齢化社会進んでる国はないはず。我々が最前線だ。認知症の人に GPS を取り付けるのはどう？車に乗ったら家族の携帯と警察に連絡が行くの？同じこと考えててビビった。すまんが無理だ。GPS の類は電池が必要になる。本能的に外してしまう人も多いし、皮膚に埋め込むとなるとそれこそ大規模な法律改正が必要になる。GPS は何度か試している。あまり絶対的なものではない。あと、屋内に行くだけで精度は全くなくなる。一致が言うことができるまでは時間がかかるから、とりあえず GPS 方式で少しでも事故が減ればいいと思う。あと、車に乗ることを防ぐのが目的だから室内での精度はあまり問わないんじゃね？GPS に関わると、電源はどうする？移動を感知して知らせてくれたとして、誰がどうやって止めに行く？などの様々な問題が浮かび上がる。車から電源取って設置するなら、本人の無許可でやることになる。法に触れることはお役人さんは絶対にやってくれない。使いこなすにはかなり高度な知識が必要になるし、高齢者にも理解できて、なおかつ忘れない勘弁さも必要。止められる家族がいても、その人もかなり高齢者な場合が多い。携帯にも位置情報わかる機能あるでしょ？できることから始めないとだと思うんだけど完璧を求めていたら何十年もできないよ。違うんだ。
完璧を求めているというより、あなたのアイデアはすごく現代人なんだよ。発想が若者なんだ。理論通りに進む世界の言葉なんだよ。その外にいるんだ彼らは。気分を害したらすまない。でも問題を抱えているのは携帯電話持ってない、使い方さえろくにわかんないような年齢層の人たちなんだよ。本人が使い方わからんからいいんじゃない?家族がどうにかして持たせる感じ。迷子札を首から下げてる人とかもいるでしょ?あんな感じで持たせる。どっちかを取るしかないよ。便利さを取るか身内を取るか。認知症になったら二つ取るなんて無理なんだから。そのどうにかしてが一番大変なんだよ。体のどっかに自分の知らない変なものついてたら外そうとするでしょ?家族がいない場合もいるし。これは必ず身につけていないといけないものと認知できてるなら、それはかなり高度な認知機能を持ってる人。事故を起こしちゃった人は多分、それが何か完全に忘れてたはず。地方の人の靴。その人の靴は備え付けたもの以外は隠しちゃう。電源は ?GPS は割と電力食うよ。あと、その靴履いて出かけるとは限らんし、もっと言うと裸足で出てく人もいるよ。もう何を言ってもダメなんね。一つの方法だけじゃなくいろいろな方法で防げる方が使う人にもいいと思っただけだよ。違う。否定してるんじゃないんだよ。考えられるトラブルには具体的に解決策がないと、はいこれで終わりってなっちゃうんだよ。人がやることだから。現役なだけあって、鋭い意見を突きつけるイッチと、スレミンとの熱量の差が激しいものの、真摯なイッチの姿勢に次々と意見が述べられていく。しかし、認知症の問題は、100年時代の今、自分には全く関係のないこととは言い切れない。事実、認知症の割合は、65歳以上の 16%、85歳以上で男性の 35%、女性は 44%、95歳を過ぎれば、男性の 51% と女性の 84% である。認知症ならしょうがないよね。誰だっていつかなるかもしれないしね。全くその通りだと思う。認知症とは理の外へ行くのだから、それを理で抑え込もうとするのは間違いだと思う。それこそ認知症と診断されたら家族が強制的に車を売っ払ってもええんだと思うよ。ちな介護福祉士。その状況の家族と関わったけど、一家に一台だけの車の場合がある。それを勝手に乗ってってボコボコにして帰ってくる、の繰り返しだった。娘さん泣いてすがって辞めさせようとしたけど半年近くその状況が続いてたよ。その間に人を引き、さなかったのは、うんとしか言いようがない。俺の目の前でサイドブレーキ引いたまま爆走してったし。一家に一台かもしれんがそれで人様を引き、したら責任なんぞ取れんよ。だから、そうなんだってば。でも、田舎では特に車がないと、勝つ問題なんだよね。家族の免許証を使って乗り回すだけのような気がしてくる。それに強制的に取り付けると言ってもどうやって?一人暮らしの認知症の場合、車検だって必ず受けるとは思えない。車に乗るためには免許証が必要なんだという認知すらない場合がある。その場合は、なんでエンジンかかんねえんだよって一日中怒ってるだけで終わる可能性もある。機械の取り付けに関しては行政が強制力持ってやるしかないと思ってる。一日中不穏の方がよほどマシだわ。だからそうなんだってば。ひと引き、素より不穏の方がマシでしょ?不穏一日事故一生だからな。先短い高齢者にとってはいいかもしれんが残された家族のことを考えたらとてもとても怖くて運転なんて無理だわ。あの引き、下じいさんに家族がいるなら、一生心につきまとうと思う。家族いないっぽいけど。無理だよ、現実味がなさすぎる。まず装置の開発をしなきゃならんし、取り付けは整備工場で大掛かりにやる必要があるだろう。実施するのにどれだけの金と時間かかるんだよ。開発なんて別に大変じゃないだろうし、取り付けも ETC と同じだろ。俺もそう思ってる。複雑な装置である必要性はなく、エンジンがかかるまでのワンクッションになればいいのか。それでも ETC と同じとはいかなくね。免許証の ICP でいけそうじゃね。まあ機械屋じゃないから知らんけど。だよね、何のための IC チップかと。今来ただが、免許証差し込みシステムはなかなかいいと思った。合法的に脱法できるおじいちゃんおばあちゃんのために、老人に優しい政策を推進するよ。ベーシックインカムはおじいちゃんおばあちゃんの収入が減って車にも乗れなくなるから導入しないよ。未来を担う若者にどんどん納税してもらうよ。増税するつもりだよ。脳内アパーになっても先端医療で活かし続けるよ。医療費の負担額はまだ少なめだよ。長生きしてもらってこれからも日本の財政を医療費や年金で圧迫してもらうよ。日本の将来なんて、だ後の話だから関係ないよ。難しい問題やね。信じられるか?厚労省の人とこの件話したら、多分そういうことに気づいた人は無視されるって言ってたんだぜ。厄介な仕事持ち込むやつ、つまり出る杭は打たれると。ゾッとしたよ。
あなた方にも子供はいるだろうに、未然に手を打つことは考えてないのかと。何人？なら重い腰を上げるんだと。でももう何人も。だよね。そろそろいいんじゃないかな。これ見て思ったんだけど自動運転がそろそろ実現されるから、役所は親身にならないのかもね。レースゲーム用のリアルコントローラー与えておけば。おお、すごいアイディア出た。今有効の VR とかで満足させるとかね。それで満足して運転しなくなるんならそれでも全然 OK だよ。VR すごいよね。小面さんが僕たち世代は車を運転するのが好きなんですよとか言ってたから、有効かもね。認知症の人に対して納得した。満足したっていうのはキーワードだよ。一日中怒り狂ってる人でも納得や満足ができる何かが発見できればとても穏やかになる場合もある。あのじいさんの場合は、多分それが運転だったんだ。徘徊の手段に運転を選ぶ人なんてそういないけど。軽トラってことは普段から仕事で使ってたってことだわ。現役で働いてた頃からストレスの発散が軽トラで走ることだったんだろうよ。だろうな。認知症の年寄りなんて、金持ちならまだしも貧乏なら被害者は実質泣き寝入りしかないよな。そういった身寄りのない年寄りはまさに失うものがない落ちでいけるからな。この世で一番怖いのは、失うものが何もない人というのを聞いたことがある。怖いものがない状態は、思い切った行動を取りやすいため、多くの人を巻き込むようなトラブルを起こしやすいのだ。マジで泣き寝入りしかない。そんな不幸がこのまま放っておけばどんどん出てくるよ。しかも日中、普通の街中で。どうやら終わりが近そうですね。でも皆さんのおかげでここまでレス伸びました。ありがたい。これならどこかのまとめサイトが載せてくださる可能性ありそうです。そうすればより多くの人に見てもらえる。自分のアイディアが確実な正解だとまでは思ってないけど、この問題は社会全体でアイディア出し合って考えていくべきだと思います。レスくれた方たち、不快な思いもさせたかもしれませんが本当にありがとうございました。リッチオツ。お疲れ様です、ありがとう。なかなか考えさせられるスレだった。ただ、このスレは2016年のもの。2017年から、認知症の人の運転は原則禁止されており、75歳以上の場合は3年に一度に認知機能検査を受け、認知症の可能性ありと診断されると、免許の停止や、取り消しが行われる規定となっている。認知症が発症する前に、対処できる方法を話し合う必要があるのではないだろうか。一致も言うように、このスレをきっかけに多くの人にこの問題について、考えてもらうきっかけが増えることを願っている。最後までご視聴ありがとうございます。皆さん、チェックリストはいくつ当てはまりましたか？チェックの結果や動画の感想があれば、コメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。